内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩です。今週も始まりました内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお届けする30分です。最近はもうじめじめとした日が続いておりますけれども、なかなかスカッとしませんね。すっきりしませんね。私あのね、最近というか、まあ去年からなんですけれども、メダカを飼っておりまして、毎朝メダカちゃんをね見て餌やって涼しむっていうのが毎日の日課なんですけども、去年ねまだ数匹やったんですけど、赤ちゃん産んで、それがまた大きくなって、それがまた赤ちゃん産んで、この6月7月でね、多分40匹50匹ぐらいいるかも。いや産むんですよね。で産んでちゃんとこう毎朝産んでる子を別の水槽に入れて、ちゃんと卵つけさせてまた戻してっていうのをやってたら、どんどん生まれて、今もちっちゃい、もうなんか黒い点々、目だけしか見えへんぐらいのレベルのがちょって動いてんのが40匹50匹ぐらい増えますね。いやでもなんか楽しい、まあ、そんな朝毎日見てるので、なんか涼しげな朝を迎えている内田彩でございますけれども、さあ、はい、今週のメッセージテーマいきましょう。今週のメッセージテーマは、夢が叶うなら何を願う、夢が叶うなら何を願うでございます。まあ明日はね七夕で、はい、夢皆さんなんか短冊に書いたり願い事を書いたりしますけれども、皆さんは夢が叶うなら何を願う、ぜひ教えてください。はい、メールアドレスはaya@kbs.kyoto、 全部小文字で aya@kbs.kyoto。 ファックスは075-431-2300、 075-431-2300 番です。たくさんのメール、ファックスお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から、毎週抽選で3名様にサイン入りアメリカンポストカード、そして BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、住所とお名前も一緒に書いて送ってきてください。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキルガン万浴 BS ファイン加茂繊維の提供でお送りします。加茂繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい、繊維の力で明日を変える、加茂繊維株式会社。内田彩アルバムあなたの板町、アメリカ・ブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバム「あなたの板町」、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。まずは1曲お聴きいただきましょう。内田彩で「ドリーム」。静かに眠りにつき、街を埋める喧騒も穏やかになって、暗闇の静寂の中聞こえる
内田彩 J Country KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキルガン盤浴 BS ファイン。こうジメジメしてるとね、もうなんかもう肌着とかもなんか汗がもうびちゃびちゃして鬱陶しいみたいな感じの人とかもね多いんじゃないかなと思うんですけれども、そんな人もぜひ BS ファイン来てほしいなと私は思うわけでございます。さあ今週もこの方とお電話がつながっております。 BS ファイン鴨繊維株式会社代表取締役の角野光俊さんです。もしもし、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう京都特有なんでしょうか、このジメジメは。と言っても今も全国ですかね。そうです、富山も ちょっと雨模様で、はい、空はどんより曇って、あ、そうなんですね、もう梅雨そのものですが、やっぱり、ね、気温が30度超してますからね。やっぱりね、もうなんかじとっとした汗かきますよね、こういう時期ね。そうです、暑いですね、暑いですいや所長、の早速なんですけどね、ちょっとメッセージが届いておりまして、はい、この方、妖怪地の大田子さん、本日 BS ファインの夏カタログが届きましたというふうに来ております、はい、これ夏カタログ。あ、そうですね、私も今手元に、実は今までは夏こそ着る岩盤浴 BS ファインキャンペーンというふうな形でやってたんですけども、はいはいはい、でもキャンペーンというよりは、うん、夏にお便りを送ろうということで、夏こそ BS ファインのお便りをお届けしてるんですね。あ、そういう感じなんですね、はい、なるほど。BS ファインってキルガン盤浴ですから夏は使えないと思われてるんですが、そうですね、ちょっと岩盤浴と聞くと ね、うん、もうあの内田さんもそうですけども、はい、多くの方がもう真夏暑い時でも使われるようになったんです、はい、で特に冷房の冷えが夏はひどいので、うん、それにおすすめの商品をピックアップしてミニカタログをあの作ってお送りお届けしているということなんです。じゃあこれはあのもうすでに購入されていらっしゃる方とかにこれが届いているということなんですよね、はい、じゃあこれから頼まれる方とかはこれも入ったこう総合的なカタログがまた届くという感じですかね、はい、なるほど。でも、ね、この夏にいいよっていう感じのこういろんな商品をこうピックアップしてくださっている一冊になってますけれども、はい、私今回あの実はインナーシャツ、まあ、インナーシャツも年中着させていただいてるんですけど、はい、BS ファインのインナーシャツって、まあ、いろんな、ね、生地の感じあるじゃないですか。ボーダー生地とかスタンダード生地とかね あるんですけども、今回私スタンダード生地の半袖シャツをねこの前のイベントでゲットいたしまして、はい、もう最近こればっかり着てるんですけれども、ありがとうございます。いやもうめっちゃ肌触りもいいし気持ちいいし、思ってた以上に何でしょう、薄さがちょうど良かったというか、なんというか、実は一番最初、もともとは BS ファインって理想の肌着を作ろうとして作ったんですね、はいはいはい、で一番最初にできた生地はこのスタンダードインナーウェアの生地なんです。そうなんですね。だから最初からこれができたんではなくして、はい、ジュース類の生地を作った結果、はい、これがやっぱり一番いいと思いまして、で実は進化してるんですね。あ、そうなんですね。糸の材質も良くなっていってるんです。へで綿が、64% ですかね、ですからもともとインナーウェアっていうのは綿の心地よさっていうのが汗をきちっと吸うのでいいんですけども、はいはい、BS ファインってポリエステルだから汗吸わないんですね、はい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 、だから綿を少し多めに入れることによってより快適な肌触りと吸水性ですね、はい、で、肌を本当に汗とか冷えから守る。うーん、でさらにこれ綿がそれだけ入ってても、はい、脱水をしていていただいて、はい、この梅雨時期でも乾かせばすぐに乾きます。びっくりしました。あのこの数日のこのベタベタな感じでも、はい、これほんまにすぐ乾いてて、あ、ほんまに乾いてるわって思ってそう、やっぱり BS ファインの商品ね本当に乾きやすいなって思って改めてびっくりしたんですけど、まあ、でもこのインナーシャツ、ね、どの生地もですけれども本当に汗も吸ってくれてさらっとした汗の感じ で冷房をねやっぱりガンガンにもうこのスタジオもまだかかってますけれども、もうそういった冷えからも守ってくれるし、そして暑くなりすぎないってことなんですよね。そうなんです。 BS ファイン本当に体温保ってるだけですからね。うーん、だから私も、実はメンズ のには数種類あるんですけどね、はい、全てスタンダードしか着てないんです、ね、あ、そうなんですね。あ、そうそう、メンズもスタンダードの半袖とか長袖とかね、うん、首の形もいろいろありますけれども、だから夏は半袖で冬は長袖になるだけなんですね。なるほど。
で上に着ているジャケットはちょっと冬物になりますけど、はい、実は全く同じ格好をしているという。楽ちんですよね、それって。楽なんです。年中こうインナーのシャツとか全然買えなくていいっていうのはね、はい、だから、先日ですね、はい、いつもブルーのシャツを着てるので、はい、白いシャツを着て会社に出たら、はい、なんか違う人みたいですねって言われました。それだけ同じ格好をしてるという。そう、あのズボンもね、BS ファインのズボンもずっと年中着てらっしゃいますけれども、はい、これも本当にずっと履けますもんね、ストレッチパン。ね、当然ながら、うん、汗ばんでるんですよね。はいはい、でもベタつかない。そう。だからもう夏場その BS ファインのズボンを履いてますと、はい、もう完全に半身浴をしてるような状態ですね。でもその決して暑いわけじゃないんですよね。そうです。心地いい感じ、ええ、だからもう冷房の冷えがきついという方には、はい、こういった商品をあの一度試されると多分手放せなくなると思います。そう、私もこのストレッチパンツ、ベースファインのズボンね、レディースの、はい、スキニーとタイトストレート2種類ありますけどね、このタイプはもうこれも本当に年中着用できますし、この柔らかさびっくりしますね、ストレッチ性に、はい、着心地が全く違いますから、ね、着心地すごいです本当。だから大体、2年ぐらい履いてますね同じものまあ1本ではないんですけどね。はい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 。 いやでもあのこの前のイベントの時もそうだったんですけど、はい、KBS ホールの多かったですよね。めっちゃそうなんですよ。これあやちゃん BS ファインのズボン履いてるでっていう方何人用貼ったかっていうぐらい、ね、本当に、ね、うん、たくさんの方がやっぱりね愛用されてるんだなっていうのが。でこの夏ダイアリーにははい、あの少しだけ特典がありましてね、5000円以上で送料無料とか、それからあの1万円であのタオ、はい、ハンドタオルなんですけどね。そう、これ BS ファインのね、あの普通に使えるハンドタオルなんですけど、いろいろ使い方が実は、例えばお風呂に入って、はい、ホットタオルとして使っていただくと、あの冷めにくいというんですか、ね、はいはいはい、それからやはり、ね、これから、うん、あのまあオフィスの中であっても、はい、それからご自宅でね、在宅勤務されている方も多いと思うんですが、はい、これ椅子の上に敷いていただくと、お尻から体全体が温まってくるんですね。なるほど。ところが暖かくても逆にこれを敷いていただく方が蒸れないんです。あ、いろいろ使えますね。はい、あ、じゃあカバンにちょっとこのミニタオルを忍ばせておいたら普通にも使えるし、こうやって椅子にも敷いて使えるし、はい、本当に何でもないっていうんですかね。いろいろ使えますね、やっぱ BS ファインの商品は、はい、それから、一番はとっておきは1万5000円以上ご購入の方の BS ファインのソックス、夏用のソックスです。うわ、これはこれもくるぶしだけですけどもね、あ、であったかいのに汗ばんだり蒸れない、これが BS ファインの最大の特徴なので、BS ファインのソックス着用しだすと本当他また履けなくなりますしね。これもそういう方本当に多いですね本当に、だから BS ファインソックスって値段高いんですね、はい、うん、ちょっとね、これ普通の商品よりかは高いんです。でもだけど、うん、履いていただくと、一度履くと皆さんも BS ファインのソックスばっかり履かれるようなんですね。はい、その気持ちわかる、なんですよ。でもなぜかなんか気持ちいいというか、もう足元冷えないとやっぱり体の冷え方は全く違いますからね、うん、夏場こそ意外と足元って本当冷えてますもんね。そうですね、はい、まあ、こんな、ね、夏限定の特典も、ご用意いただいているということなので、はい、これは7月の31日までということなので、ぜひ、ね、こちらも活用していただけたら嬉しいなと思います。そして社長、なんと明日からですね、大丸京都店で体感販売会が実施されるということで、はいはい、久々に販売会をやりますので、ぜひあの京都市内近くの方はお越しいただければと思います、はいはい、大丸京都店7階ですね。7階で明日7月7日、7ばっかりですね、あの明日の7月7日水曜日から来週の12日月曜日まで、10時から午後8時で、最終日はね午後5時までなんですけれども、はい、ぜひ大丸京都店7階ぜひいらしてくださいね。あの気になってた商品とかも実際に、ね、手に取って見たりもできますの で、はい、先ほどお話した商品もありますから、はい、ぜひ一度試していただければと思います。ぜひいらしてください、そしてそしてあのいろんな、ね、商品が載っている無料のパンフレットがありますのでね、もう初めてちょっと気になるどんなんだろうという方はね、まずはぜひお電話ください。キルガン番薬 BS ファインのお問い合わせ先です。0120-259-789 0120-259-789
カモ繊維までお問い合わせください。もちろんホームページもございますので、インターネットで着る岩盤浴や BS ファインでぜひ検索してみてください。よろしくお願いいたします。じゃあ社長、また来週もいろんなお話聞かせてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。KBS 京都ラジオから生放送でお届けしております内田彩 J カントリー。今週のメッセージテーマは夢が叶うなら何を願うでございます。私もね、この前のイベント、70周年 KBS ホールでね、70周年のイベントでは20周年のライブをやりたい、あのデビュー20周年のライブを盛大にやりたいっていうのをね、言わせていただきましたけれども、去年がね10周年だったんで、次の節目の20年を目指してっていうところだったんですけども、皆さんはどんな感じでしょうか。やぶれ笠さん、野鳥が大好きなので森のような庭のあるお庭に住んで、そこへやってくる野鳥を眺めて暮らせたらいいなぁと。いいですね、毎日チュン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 みたいな感じの、あ、いいな。はい、うどん県大好きさん、番組に電話生出演したいです。私の趣味などをラジオを通して喋りたいです。結構ね、リスナーさん出演型の番組っていうのもいろいろありますので、ぜひまた試していただけたら。はい、ひーちゃんさん、あ、 J カントリー9年目突入おめでとうございます。ありがとうございます。そう、あの、気づけばそう、2013年の7月スタートだったので、今日7月ね1週目だから、そうか、丸8年やってきて9年目突入でございます。言うていただいて思い出すっていう、ありがとうございます。はい、頑張りますね。はい、京都に行けますように、あやちゃんのライブに行けますように、またあやちゃんに会えますようにというふうに願いを、ね、岡山の方なので、またこれはきっと絶対に叶いますので、はい、叶えましょう。ブーニャンさん、若さが欲しい、若くなりたい、でも自分だけ若くなっても楽しくないのでタイムマシーンにしときますと。なるほどね、そうですね、こうみんなが若い時に戻りたいって感じですね。町中スキップさん、生きた証として何か作品を残すことです。おー、詩や絵画を残そうといくつか候補あるのですが、あら、なんか素敵ですね。自分のこの証を残したい。キモブーさん、定年後に夢見ていた全国各地に旅行に行きたいですね。まだ一度も行っていない北海道は長年の夢、あと沖ノ島とか佐渡や小笠原などの離島に行ってゆっくり海を楽しみたいです。いいですね。ここの県は行ったみたいな感じでこうね、マップ作ってチェックつけていくのも楽しそう。クーさん、やっぱりロトや宝くじの一等でしょう。銀行の別室に呼ばれたいものです。当たったら些細ですが好きなバイク買いたいです。もうバイクどころじゃないでしょこれは。はい、些細ですね。別室か。公害けどゴジラ大好き芸人さん、30年後の KBS 創立100周年記念のイベントを生で観覧したいです。その頃僕は87歳になっていますが、丸田町駅から KBS ホールまで歩いて行けるだけの健康を維持して頑張って長生きしようと思います。行きましょう。この方は三重県のユッキーさん、定年後は田舎の古民家で暮らしたいと。あー、夜になると満天の夜空が見られるのんきな田舎暮らしを嫁さんと二人でやりたいって、いいですね。あっきゃんさん、京都東山に住みたい、関西に帰りたいと。あ、もともと関西の方ね、今他府県に行ってらっしゃって、帰ってきてください。はい、この方、心はいつも青春さん、 JR のトワイライトエクスプレス水風で西日本ディスカバーぶらり旅を楽しみたいです。いいですね、いろんな今ね電車観光列車とかもありますしね。あら、素敵。生物係さん、ビッグマックをお腹いっぱい食べたい。これはもう明日にでも叶えてください。はい、よろしくお願いいたします。引き続きお付き合いください。内田屋 J カモ繊維という会社をご存知ですか。日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、カモ繊維株式会社。内田屋セブンスアルバムミュージックボックス、心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田屋セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田屋オフィシャルウェブサイトにて。内田屋 J カントリー。さあ、いかがでしたか。内田屋 J カントリー、
ここでねちょっとお知らせがあるんですけど、あ、その前にメッセージ。トワイライトムーンさん、今月下旬に予定されている股関節の手術を無事に終え、杖なしの日常に戻れますようにと願いたいです。いや、私このメッセージ読んでびっくりしたんですけど、実はあの私ですね、あの股関節心損傷というものになっておりまして、股関節の唇の損傷って書くんですけど、でね、それの手術のため入院することになりまして、ちょっとばかり行ってまいりますのでなんか軽く言ってますけれどもちょっとばかり行ってまいりますので、あのちょっとばかり録音放送になりますので、皆さん引き続き楽しんでくださいね。来週からね録音放送になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そうだから、トワイライトムーンさんも股関節の手術しはんやと思ってびっくりしましたね。頑張りましょうね。はい、なので私もまた元気に戻ってきますので、皆さんちょっと待っててください。はいはい、さあそんなわけですね、私内田彩の情報は青い空ブログ、内田彩青い空ブログっていうのね毎日書いておりますので、またそこにも日々の様子、今日のラジオの様子なんかもいろいろ載せていきたいと思っておりますので、内田彩、彩はひらがなで検索してください。よろしくお願いいたします。そして YouTube なんかにもミュージックビデオアップされておりますので、またよかったらいろいろ聞いてください。アメリカのいろんな場面のすごいのざっくり言ってる、いろんなアップされてますので楽しんでください。よろしくお願いいたします。さあそしてね、番組のお便りぜひ送ってきてください。またね、あの戻ってきた時いろいろ読ませていただきますので、どんどん送ってきてくださいね。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、ファックスは 075-431-2300。 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージ送っていただけます。よろしくお願いいたします。そしてあの内田の CD とか楽曲は iTunes とか Amazon でもゲットしていただけますし、あと店頭ですと大垣書店、イオンモール京都店や十字屋三条本店でも、内田のアルバム1枚目から10枚目までドドンとありますので、歌詞集なんかもございますので、はい、ぜひぜひ見てみてください。さあまだまだいきましょう。夢小結び藤野山さん、今や大リーグの顔となっているエンゼルスの大谷選手、日本人初のホームラン王になり、13日のホームランダービーでもチャンピオンになり、オールスターゲームでも MVP を取ってくれる、ちょっと贅沢な夢です。でもぜひ叶ってほしいですね。もう連日すごいですもんね、大谷選手。あのクッションも欲しいななんか思ってるんですけれども、はい水星子のマスターさん、お星様お願い、橋本環奈さんとデートするだけの夢を見させてくださいね、見れたらいいですね、はい、最後の中身中三院さん、これは船旅で世界一周旅行、いいですね、これ贅沢、これほど贅沢な旅行はないですねと、お金と時間と元気な体がなければ無理ですので、選ばれし人ができることなのでしょうか。憧れのヨーロッパを中心に回ってハワイによって約3ヶ月の旅を満喫したいです。いいですね。厚いでさん、コロナ禍が収束したらあやちゃんが出演するイベントやライブ行き、一度生歌を聞きに行きたいです。来てください、待っております。はい、ジンさんはズバリ大金持ちになり、嫁や嫁のご両親に楽をさせてあげたい、そして家を防音にしてさらに防音の音楽室を作ること、いや親父バンドのライブをすること。いいじゃないですか、防音室っていいですよね。ね、夜中に爆音出してもね大丈夫なんですよね。いいですよね。この方はロスティさん、あやちゃんとデートができますように、これはボツやねボツですね、はい、あやちゃんのニューアルバムが早くできますように、これもいつか叶いますので待っていてください。はい、カズラのトッシーさんは、一日でも早くコロナが収束して日常生活に戻ることを願っていますと、ね、本当にそういうのもねいろいろ来ておりますね。はい、レモン大好きさんは、若い頃に戻り青春を謳歌したい。ヒータンさんも20代に戻りたい、昔ではなく現代で20代になりたい。今はいろいろなものや情報があって選択肢が多いですよね、こんな時代に20代に戻れたら楽しいのかどうか体験してみたいですね。もしかしたら芸能人と出会って結婚してたかも。いやそれはないかもしれませんそれはないかも。イージーライダーさん、宝くじかロトで億万長者になりたいです。まあやっぱそれやね、うん。山田のハム太郎さん、健康ですね、元気でいれば何もいらない、それとダイエットです、うん、ダイエット頑張りましょうね。隣のすずめさん、白髪がなくなってほしい。あ、そういうのもね
夢か、なるほどね。京太郎さんはピアノの先生をしている娘にグランドピアノを買ってあげたい。あら素敵。波っぺ大好きさん、新しい車欲しいと、今の車10年以上乗ってるからと。他にもサンフラワーさんは20代の前半に戻りたい、結構昔に戻りたい的な人多いですね、はい。他にもマリッペさん、ヒロちゃんさん、月光の男さん、ドナちゃんさん、ファンタジスタさん、名古屋の高橋さん、小袋大好きさん、琵琶湖さん、子猫ちゃんさんに、イエローバスターさん、そしてアンさん、おでこぽんさん、あとあとは徳兵衛丸さんで、田舎のくまさんさんは妹に会うことはまだまだ最近ね、なかなか会えてないからということで、そうですね。まこっちゃんさんは宝くじ一等当選して、そのお金で今大変な人や病気で苦しんでる人たちを救いたい、スポンサードしていきたい、なんと素晴らしい。天野純さん、若い頃に戻って憧れの人とデートしてみたいですと。森山塾さんもジャンボ宝くじ一等当ててワクチン接種ができるのを寄付したいです。というわけで、私内田彩少しばかり行ってきますので、また録音放送楽しんでね。バイバイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファイン、加茂繊維の提供でお送りしました。